シベリオンはカンブリア紀に生息したハーシ動物の一族。ロシアのシベリア大陸から産出し、シンスクビオタに属するシベリオンリネーカスという一種の実によって知られる。体長は遅よ7センチメートル、ハーシ動物にしては大型である。全体は横幅があり、12体のフワシにはそれぞれ数本の枝状の付属体が並んでいると考えられる。頭部には 両側に向かって張り出した大きな捕獲状の全部付属子がある。胴体の後端には丸いお状の突出粒がある。類縁とした考えられるメガディクティオンや治安者のポジアと異なり、唯一の化石標本には体を成す消化線らしき構造が見当たらない。大型かつ全部付属子の形態から捕食者であったと考えられる。メガディクティオン同じくシュベリオン類とされ、 姿が似通っているハーシ動物メガディクティオンや、ジアンシャノポジアと共に、特殊化した巨大な捕獲場の全部付属詞から、典型的な、足つきゼンムシらしいゼヌージアあるいのハーシ動物から、ラディオドンタルイおよび、節足動物らしいジルドロボポディアンズまで派生する、中間的形態を示した、ハーシ動物である。すなわち、この類は、節足動物の初期脇道系統において、 最も基盤的な位置に属するハーシ動物とされる。ありがとうございます。